フロリダアヘイの定食を終えました。土を戻して、あと畑から持ってきた土を不織布ポット2杯ほど周りに敷いて踏み固め、それから近辺の落ち葉を軽く覆っておきました。落ち葉で軽くマルチしておきました。これはもうすぐマキハが前の葉っぱから分離されて伸びてくると思いますので、当初は美しい斑入りの葉を出してくれるかと思いますね。ここはコニファー銀、こちらがコニファーですね。で、こちらが銀木製で、ここにサルスベリーがあるので、落ち葉は不自由しないところなんですね。まあ、サルスベリーの株元にはこのようにですね、落ち葉がたくさん溜まっていますのでね、まあ、あとそちらの方にもあれこれ落ち葉はあるんですね。普通は落ち葉はそのままにしておくんですが、必要のある時にだけかき集めて、まあ、例えばこのようにバナナの周りにマルチにしてあげるとか、あとこれからいろいろな野菜の種まきが始まりますが、畝間に落ち葉余ったものを敷いておいてやるとか、必要な時だけ落ち葉をかき集めて使うようにしています。なるべくそのままにしておけば、その辺で育っている樹木を養っていきますのでね。昨日雨が降って足場が悪いので、今足を滑らしてブレたと思いますけれども、今日は明け方に雨が上がって晴れてきて、ちょっとやっけなんか薄いやっけを着てると汗ばむような陽気になってきましたね。